こっち見ちゃっただけ見よ。どうも、バーンです。さて、今日はですね、このいつも来る滋賀のおぼとけのね、祠を拠点に、山登りをね、していってみたいと思いますけども、はい、おちゃぶくんカメラでね、今日はお届けしようというと思います。よし、じゃあ行ってみようか。ちょっと一人張るね、今日はね、ゴールデンウィークっていうことですけれどもね。で、おちゃぶくんが、三軸電動ジンバルをのリュックサックに装着いたしましてですね、で、撮影をしております。最初本人ね、工事しましたけれども、ワクワクドキドキサムちゃんカメラ撮るなんて、よかったよかったよかった、そう言ってくれて、視聴者の方、明日もやりたい、これ。おいいよいいよ、わらび明日も撮りたい、やるよ。イエーイ。視聴者の方のね、五十嵐様からのお茶部くんのカメラが見たいというふうに、五十嵐さん売ってはるでというふうに本人に伝えたところ、分かった分かったと、じゃあ一回だけやでっていうふうにね、本人言ってくれましたよ。本人のカメラ、本人の視線のね、ひどいこうスタビライズとはほどどこいようなね、映像になろうかと思いますけども。あ、うん、どうしたの。やめはぎ、うん、じゃあ行こうか。できた、うん、じゃあ行きましょう。ちょっと痛い。ちょっと痛い？行こうって持って帰った。じゃあお父さん、もう赤になったらお父さん交代するしな。もうあかん？うん。じゃあもうちょっと行こうか。いっぱいやりたい。じゃあ撮影してや、今日はお茶部くんのカメラで。もういい。な。怖いですよね。うん。やっぱりちょっとね、リュックサックが。何これ？これはカスやな。カスの、うん、カスの何、杉の枝のカスやわ。枝、これも枝のカス、うん、枝のカスやね。へぇ、あ、竹な、竹いっぱいある。ほら、こっちの方は竹あるね。でもな、見て、これ竹、これ竹じゃなくて、これはな、標識のカスやな。竹は、タケノコの皮から出てくるんだよ。竹、うん、はタケノコの皮から出てくるんだよな。うん、なるほど。知ってた？知ってたよ。だってタケノコはタケの子供やもん。なあ。あとタケノコな、この辺にあるかもしれんけど、こういうのどこにあるタケノコはな、あの許可がいいねん。この土地の人の。前はここにタケノコあったな、ここに。このとこタケノコあったか？うん。うん。あっちの方行ったら竹やぶがあったんや。そうやすや、父さん見て、これ何、これタッチリキンしや。こっちから先行ったらあかんね。こっちから海にバチャーンってなって海に行っちゃう、うん、溺れる浜に。そうやな、浜に溺れるかもしれないな。 で浜のところの砂に着いたら、うんうん、成功やな。浜のところにその砂に着いたら成功か。うん、なるほど。さて、あーでも癒されますね、この空間。杉ばっかりやけど。なあなあ、なあなあ、釣りでサメ捕まえちゃったらどうする？タコも、うん、イカも捕まえちゃったら。タコもイカも捕まえちゃったら、もう食べるしかないね。タコのでっかいのを食べちゃったら？タコのでっかいのを釣れちゃったら、まあ食べるしかないね。でっかい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 タコは食べたら？ダイオウダコか、そんなんあったっけ。ダイオウイカあるけど、ダイオウダコってあったっけ。うん、あるよ。そうなんか、オロチの怪獣知ってる？オロチの怪獣、うん、知らんわ。目が光るんやで、夜になったら、うん、山から、ピカーって目が光んねん。目が赤くピコーンと光って、うん、オロチの怪獣が出てるんだ。で、それで、苦いお水を飲んじゃったら、うん、ウェーってなるけれど、効かへんねん。そうか。スモールライトも、スモールライト？ドラえもんやな。スモールライトのドラえもんの道具で、ピューピューピューってやっても効かへんねん。うんうん、なるほどな。あ、こっち行き止まり解除されてるやん、ここ。ほら。なんで？前ここ行き止まりで行ったらあかんとこやったんやけど、解除されてるわ。行ってみよう。え、あかんだ？あー、ほんまやな。この先、車両行き止まり。でも、こっちほら、
前ここほんまにバリケードしてやってんけど。あ、サブちゃんどこ？通行ここのシートで見ようさ。こっちこっち。通行注意やから、あの倒木があって行けへんかったんやけども、行けるわ。行けへん。こっち行けるでほら、滋賀峠やって。行ってみよう。でもあっちの方行ったら滝があるらしいね。滝がある方がいいか、触れ合いの森があるのどっちがいい？こっち。じゃあこっち行こう。行き止まりでもいいの？こっち滋賀峠やから行き止まりではないけども、車は行き止まりなんて。でも人は行き止まりじゃないから行ってみよう。あ、車にぶつかったら行き止まり？車で行ってもこっちが先は行けませんっていう、そういうことやね。これが車両行き止まりということですね。じゃあここ行っていいの？ここ行っていいよ。あの歩いてな。車が走ってきたらどけんの？こっから先車行っても行き止まりやから、多分車はこの先には誰もいないはず。山登りの人が行ってはったら知らんけどな。火もある？火はいっぱいあるよ。火は？火？火はあったら山火事になるから危ないし、多分ないと思う。あったら何？あったら？あったらほらもう火山火事ですとか言って電話して、ほらもう大変なもんだろうわ。ないと思うんちゃう？火もないし。じゃあ大丈夫や、こっち来てみよう。じゃあ、お尻でブリ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 ってやるんちゃう？そんな火をして火消えるか？まあ大丈夫だろう、とりあえず行ってみよう。あ、山火事注意って書いてあるやん、ほらなあ。でもまあ大丈夫だと思うわ。山火事はそうそうないと思うわ。あるよ。ある？ あっちこっち、あっち行ったら。じゃあとりあえずまっすぐ行ってみよう。こっから先行ったことないしな。こっから先、ちょっと怖い。じゃあお父さん先行くわ、ね。さて、この癒しの空間、素晴らしいですね。お茶部くん、来れるか？もう、スタビライザーの映像が大変なことになっております。これはこれで、前代未聞の映像。あ、そこ止めたらあかん。あ、よかったよかった。止まってないね。今ね、ここ録音停止ボタンを押そうとしたんですけれどもね。録音停止ボタンは押さないでと。うん？ここ。ここ、あ、ほら、画面ついたね。とりあえず行こう。よしよししたら、画面、これできんの？画面がつくみたいね。なんで？不思議やね。それはね、よしよししたら、今から、今撮ってる映像を見せてあげようっていうふうにな、カメラが、まあ、聞かせてくれはんねん。つまりタッチセンサーですね。 GoPro はデフォルトの状態だとちょっと煙がある。ちょっと綺麗ですね。ちょっと煙があんな。煙かな、あれな。太陽の光が立ち込めていますね。そーっと見よ。美しい光景ですね。何あれ。あれは美しい光景ですよ。じゃあ僕もしっかり撮っといてや。あれなんでしょうかね。ね、あ、美しい光景ですよ。あれ、これは鹿が出てくるから、まあ注意しましょうってことやな。え、ここ結構卵に見たね。川までの転んで、それで2メートルぐらいあって危ないですね、落ちたら。バーンってやって、それで飛行機みたいな、ね、人が、キックしたら、お空に吹っ飛んでいって、飛行機みたいになっちゃって、海にバチャーンってなんな。海の水たまり。それは危ないから、まあそういうことあんまり思いたくないね、飛行機で。そういう水たまりは？水たまりか。あ、水上飛行機が着水する分には危なくないですね。で、ジャブーンってなって、それで、人が吹っ飛んでいったら、まあ、それはちょっとあんまり飛んでいくな。考えたくないですね。で、先ほど言いかけたね。あ、こっからガタガタ道ですね。待って、待ってある。林道、滋賀里山中起点。この道路は林道につき、歓迎者以外の目的外使用を禁止します。ここから先行ったらあかんのかな。目的外使用。動物園の特に必要な場合は全車両の通行を禁止します。
目的替えしようか。行ったらあかんのかな。ちょっと調べてみましょうか。林道。待って、なんか釣ってる木のところに、ね、ほら、なんか釣ってる。あんまやね。ほら、何あれ。分からん。ちょっと調べるわ。林道って目的替えしよう。林道目的替えしよう。他の自治体の条例がいっぱい出てきますね。一般的には林道は、承認が必要なんですか。こうやって山登りする分にはダメなのかな。ダメっぽい。ちょっととりあえず YouTube っていう予約の場合でもあるんでね。ちょっとここは自重しましょうか。ね。ダチャル君、ここから先な、ちょっと行ったらあかんのかもしれんし、ちょっと戻ろっか。あ、待って。ん？こっちの方行けるね、なんか。え？行ってみる？あ、クイズじゃないかもしれんな。ほら、こっち道あるで、ほら。行ってみよっか。海まで見えるじゃん。海見えるとこまで行ってみよっか。あ、こっちはな、林道だから行ったらあかんね。こっから行って。果物は？こっからやって。果物は？果物はな、まあ、こういうとこあんまないかもしれんな。新葉樹だからな。さっき言ったのやつ、うん、さっき言ったやつ、うん、何やったっけ、わらび、うん、わらびは、まあ、あってもね、やっぱ取らん方がいいわ。おいしい。あ、じゃあ見つけて観察しよう。あ、スマホで、うん、あ、スマホで見たら分かるぜ、うんうん、すぐで。あ、あん取ってもいいかどうか。うん、そうか。やってやってやってさ、じゃあ調べてみようか。ここにあるかどうか。ここにスマホが、違うわらびがあるかどうか、うん、調べようか、ね、パッとは分からないですね。あ、あ、ん？あった？ちょっと分からんかったわ。 ほとんど調べてへんけど。とりあえずちょっとこっちの方行ってみようかな。わ、なんか道あるしな。わらび餅プニプニのやつは？プニプニのやつか、うん、さっき言ってたやつ。わらび餅ってわらび餅があると本人思ってへんか。わらび餅ってそのわらび餅なん。わらび餅は美味しいね。わらび餅美味しいね。うん、わらび餅が落ちてるわけ。わらび餅はキノコの、かけたら、うん、キノコの、かけたら、うん、なんか美味しい、きなこやな、きなこ。きなこ、あれ、うん、ここ、あ、あそこに戻っちゃうわ。戻っちゃうね。うん、戻っちゃうし、もうやっぱりこっちの方行ったらあかんわ。滋賀の大仏行きたい。さっきの分かれ道のとこまで戻って、で、滝目指そっか。お酒の道どこあった？さっきの道、ほら、あの、わかったな。わかった。他の人言い張ったやんか。あー、そっくだ。あの、他の人言い張ったけれども、あっちの方行った方がよかったやんわ、たぶん。よっと、もうもうすぐそこやしな。これさて、ちょっと先行くところですけど、ね、くんだよ。危ないで、お茶部くん、そこ落ちたら石投げただけ。はい、分かった分かった。まあ、このくらいだと落ちても死なへんやろ。石投げしや。冷たそうやな。しかし、こんなところにも石垣がずっとあるんですね、これ。近年できた石垣ですね、これね。石垣っていうのは、これは、ただ単にこう、林道を整備する上で、整備された、こう、何やこれ、水の道と、川、何やこれ、お父さん、河川回収とかですよね。ただのゴミやと思うわ。あ、わ、割れへん、お父さん、ぷにぷに足。うん。軟質ボールやと思う。ゴミはもうちょっとその前にしとこう。ゴミ拾いは今日はな、ちょっと、やらへん。わ、なあ。で、ですね。お父さんでもいい。お父さん、うん。森？森って、うん、山にある？森はね、山にある、うん。それは間違いない。森は暗い？森はね、暗いとこもあるけど、こういう明るいとこもあるね。お父さん？うん？なんなん、山って、うん、
あとさ、シュの大仏行こう。シュの大仏行こうな。だけ。よしよし。取れへんかったな。あ、あれ？あ、ちょっと、はだけてしまったね。ここ、もうちょっとまた課題ですね。そうしよう、こうしようか。お父さん外れへん。うん。お父さんは針金ハンガーマイクや。お茶部くんは、このね。お父さんのマイク。お父さんのやりたいな。やっぱりキスブランドでもうちょっと。お父さんのやりたいな。お父さんになる？うん。交代する？うん。よし、じゃあお父さんがこっち側やって、お茶部くんが針金ハンガーマイクにしようか。よし、じゃあ交代や。だってさ、ね、だってさ、落ちるもんさんが。うん、はい。お茶部くんかっこいい。お父さんが、これは？これはベルトマウントかマイクですね。なんだ？で、なんだ？外れないな。で、5番は？ママ取れたらどうするこれ？ここでマイクをつけとけます、ね。お父さん、はい。ママ、山の中でピョーンって落ちたままで、歩いたら、ないな。あんな、針金ハンガーマイクな。これな、こうやって、こうやっておいて。なんで？どうなの？うん？サブちゃん、こうやって持っとく。こうやって持っとくか？まあ、それでもいいよ。はい。じゃあ、こっちの方行ってみよう。まずです。だってさ、こっちの方、ほら、前さ、途中で、総福寺跡まで行って、で、結局滝が行けへんかったしな。サブちゃん、それいらんわ。あ、そう。あ、そう、ただな、そうするとおしゃぶくんのな、声が取れなくなるから、やっぱりそれはね、よいしょ、元に戻しましょう。これな。ああ、はい、おしゃぶくん。はい。これを、こうつけておきます。で、これはね、こうしておきましょうね。はい、外れた。やろうわ、たぶちゃん。うん、アリゲのハンガーマークはやっぱりお茶袋には厳しかったですね。で、これな、こうするの、これな、まあ、バッチリだぜ。埋めて。はい、今日はですね、お茶袋襟付きのね、服を着てますんで、もうね、襟のね、ところにちょうどね、こうピンマイクをね、挟める襟が、襟元があったんで、それでね、バッチリピンマイク接続です。ピンマイクを服に、装着することができております。そして、お茶部くんのね、レコーダーね、昨日釣りしながらね、砂の上に落ちまくったんですけどもね、改善いたしました。後ほどね、また、紹介できればと思うんですけども、具体的にはね、デリキックボーで使っている。どうぞ、重たいで。うん。そうそう、重たいで持ってみ、重たいで、この石 LED ライト持ってみ、うん、重たいわ。父さん、ん、父さん、ん、重たい、石投げたらあかんでな。下に一人張ったらもう大変な事故になるから、これはやめような。危ないことだけはやめとこうな。人はあっちにいないで。いないかもしれんけど、もしかしたらいるかもしれない。いいんで。いや、そういう問題じゃなくて、もしかしたらいるかもしれない。だから、例えば石をこっから投げるとかいうのはね、あかんね。な、いないで。いや、そういう問題ね。あんな、もしかしたらいるかもしれない。いないこともあるで。な、いないこともある。よし、ゴーよし、ゴーで。で、LED ライトのですね、マウント部分でいらなくなったやつを使って、なんかいい地図があるぞ。で、いらなくなったやつを使って、ポケットラック C24 のね、ベルトマウントアタッチメントを作成いたしました。なんて書いてある？バッチリ決まりましたんでね。東海自然歩道って書いてあるわ。ここは、明治の森高尾国定公園から大阪のほにゃららまで1300キロの道のりということですね。そのうちの一つ。あ、こっちは？こっちはね、こっち行ってみると、なんちゃら道跡っていうのがあるみたいな。行ってみたい。行ってみよっか。なあ、こっち行ったことないね。うん。前はこっち行った。前はこれ、そう。前はあっち行ったんですよね。で、こっから先はまた、あ、またこんなんあるで、ほら。お茶袋。何が？リボン。あ、ほんまや。またあるかもしれんで、行ってみよう。何を？このリボンがあったら、まあ、目印かなんかよくわからないですけどね。何があるの？道を外れてない。何があるの？なんちゃら童話と。え？うん。遠くまで行ったら？なんちゃら堂跡っていうところがあるから、
人がいる？あんな仙人がそこで修行しはったんて。あんね、そういう祠があるみたいなんですね。人いる？人はいはらへんと思うわ、多分。で、そこは滝があって、あ、まあ、動物園でもある？動物園？動物園はね、ないかもしれんけども、動物はもしかしたらいるかもしれんで、こういうとこは。猫もいるかもしれない。猫はね、山猫がいるかも。いや、いないかな。なあなあ、猫ってどこにいんの？うん、猫はね、家にいるわ。猫は、どこで歩いてはんの？そら、猫はね、野良猫とかは街中、街中歩いてはることもあるね。猫って、どこで住んではんの？猫はね、まあ、飼っている猫がまあほとんどでしょう。違う違う。ん？だから、どうやって捕まえに行くの？そもそも、本来どこにいるかやな。うん。猫はね、昔から人間とか関わり合いの深い動物なんで、世界中で、まあ、愛玩としてね、開発されてきて、で、そこら辺にいる猫っていうのは、まあ、山猫とか。白猫は可愛いよ。白猫可愛いね。うん、で、そこら辺にいる猫は、橋があったね。あ、面白いな、この道。怪しいもの見つけた。この道面白いですね。抜群の映像になってるんですか、これ。なんか落ちてる！あれは赤いコーンが、もう、ここは危ないですよというところが、危ないところがもうひっくり返って、まぁ、あ、ちょっと糊り面がちょっと崩れかかってきてると。ちょっと、まあいうとこですね、こっち行こうか。危ないからね、うん。ここはちょっと崩れかかってきてるわけですね。なるほどなぁと。人さっきこう前に行かはったな。なぁ。うわ、すごいとこやな、これ。ここ超おすすめです、ここ。なんか。ちょっと行ってみよう。うわぁ、すごい。まあ、お母さんと来たいな、ここ。おすすめやで、これ。この山道のルート。おー。これは来てよかったな。ねえ。本人も、もうちょっと待て。パケや。行ってますよ。ねえ。海見えるんちゃう？うわ、なんかこれ、ほら、木がドバーってなんかな、崩れた跡があるね。ねえ、木すごい。木すごいね。あ、こんなとこあるのね。なんか回っていく。ね、ぐねぐねやね。ぐねぐね。こんなとこあるのね。うわうわ。すごいですね。で、なんかすごく気持ちのいい風がね、はーっとこう入ってきますよ。ゴミはもう帰りましょう。いつも綺麗に東海自然歩道。よしよしした。東海自然歩道の。まあ、本当の道で言うことでしょうね。さて、これをずっと、行けば、東海道じゃないや、東京の方まで行けるのか、ね、ずっとよしよししたい？ずっとよしよししない方がいい。ブレまくるし。だってさ、ずっとよしよししてたら、うん、で、そのままで消えちゃったら、うん、取れなくなるよ。あのな、電気切れてても、実は取れてんねん。これが GoPro なんよ。だから5分ぐらいで、モニター画面の電源が落ちるんですけど、それはね、取れてるんですよね。お茶部くんにはこの概念がおそらくまだ理解できないんじゃないかと。で、よしよしっていうのはタッチパネルを操作すると GoPro の電気が入って、あたかもそれで録画できてると勘違いしちゃうという、ね、お茶部くんにもし渡すときは常時 LCD をオンにしておいた方がいいかもしれないですけども、そこまで気が回りませんので。疲れた？ちょっと休憩しよっか。待って、まだまだ。お菓子食べよっか。クモの巣。クモの巣はね、光ってるね。お母さん。うん？海見えるんちゃう？海見えるとこまで行けたらいいかな。ここ登れたな。なあ。いかにも山道って感じ、登山っていうか、いかにもこうハイキングって感じですよ、これ。ねえ。どこまで行けんだろう、これ。父さん、水や。水やね。ちょっと美味しそう。岩がいっぱいあるね。あれ、どしゃんと落ちてきたのかもしれんね。石。うん。あそこから、ドーンってなったんじゃ？うん、そうかもしれん。なあ。で、お空からゴーできて、ドーンってなって消えたんちゃう？ね、あれ、光ってるやつ、石。
大きな台風とかあったらここもう濁流になるようなそういうとこなのかもしれないですね。なんちゃらの、なんちゃ、さ、さっきの言ってたやつは？なんちゃらのやつ。あ、なんちゃら道？うん。400メートルやって。え？400メートル行ったら？なんちゃら道岸やって。おお、またちょっとした滝が出てきましたよ。あれが、その仙人の金仙滝だったかな。ここ、これちょっと言ったけどね、金の仙人の滝と書いて、金仙滝というね、ちっちゃい滝があるらしいんですけどもね、そこでね、昔仙人が修行をしたというね、伝説の場所があるということでね、俺またね、前から行ってみたいなと思っていたところなんですね。あ、これやわ。祠があるよ、祠が。お茶部くん。ん？祠があるわ。ちょっと行ってみよう。すごいわ、ちょっとこれ。ちょっと行ってみよう。かなりでかいぞ、これ。もう400メートルまで行った？うん。多分これが、あれ400メートルも来たっけな。あそこまで？でもこの金仙滝の祠は、なんちゃら堂とは違いますよね。なんちゃら、ほら、こっから行けるわ。え？こっから行けるの、こっから。ここの先行こうか、怖いし。え？あそこの中から行くの？なんじゃこら、金仙滝ね、滝ね。あそこの中から行くの？うん。ああ、なるほどな。これはね、修行する場所やね。ほら。誰がこんなん作ったん、これ。これ、作るの大変やで、これ。すごいね。もうちょっと近づいてみようか。どうする？すごいね。で、ここで、まあ、修行しはったんやって。穴もなかった？ん？穴もなかった？穴の奥は何もないわ。あそこに仙人が入って修行したということらしいですけども。穴、前は穴があったん？前は穴があって、晴れたん？うん。で、それで、工事中して、穴を掘る。あ、階段がある。どっち行こう、これ。こっち行か。こっち行く？うん。正福寺、小金堂跡、塔跡っていうのがね、こっちにあるそうですね。行ってみよう、ちょっと階段があるし。正福寺跡は前、攻略したところですけども、本人、お茶部くん、GoPro の、よしよししてくれましたね。うわー、なんかすごい山道だぞ、これ。正福寺跡は、うわー、なんかすごい道ですよこれ。なんかワクワクドキドキするな。うわ、ここも橋があるね。ちょっと怖い。うわ、怖いなこれ。うわ、行けた。行けたね。うわ、ここも怖い。なあ。うわ、ここも卑屈だよ。うわ、なやこれ。なやこれ。なやこれ。なんやろね。え？これなんやろね。これなんでしょう。あ。お菓子？これお菓子みたいな。あ、お菓子食べよっか、ここで。え、これ？じゃあ、お菓子。どうする？もうちょっと上まで行く？あ、もうそこやん。あ？そこになんかあるわ。なあなあ、お家帰ってこれ食べよう。うん、これ食べんの？うん。焼いて。食べれるの？うん。食べれるぞ。とりあえず持って帰ろうか。食べれるかもしれないね。食べれるかもしれんな。食べれへんかったら捨てよ。そうしようか。いやわ。はい、転がっていった、はい、いっぱい投げるわ、はい、あ、止まる。なるべく下の方に物は投げないよ。なんかあるんちゃう。なんかあるんちゃうかな。うわ、うら、この前来たところ似てますけれども、あれ夕方になった。違うよね、多分夕方になったんちゃう、うん、ほら見て、これこの前来たとこやったっけ。でもこの前は総福寺跡に行ったんですよね。まだ朝、まだもう昼やで、ものすごく似てますね、雰囲気が。で、こっちは小金堂跡、なんちゃら塔跡というところに、まあ今来ようとしてるわけなんですけれども。これまた、なんか荘厳な場所ですね、これ。見て、お父さん！おー、すごいとこやな、これ。あそこで、お菓子食べようか。こっちまで行きたい。座るとこあんだよ、お茶部くん。え？
ジャブ君。あ、ここも座るんだ、これだ。うまいね。よいしょ。よしよし。ほんなら。お父さんの二人とも座れるところないし、あっち行こう。座れるところないな、どこやろな。あー、また座れるところだった。よしよし。かかよし、ここでいっか。ちょっと痛い、これ。どれどれ？これ。あ、ほんなら。外そっか。痛い。うん、これを外そう。よっしゃ、じゃあ。下も行けるやんな。うん。ここしたら外れんの？うん。よし、じゃあお茶飲んで溶かしてみようか。これだもん。あ、それはそのまましててくれるか。なんで？ええか、音、そこな、音がな、取れて。そーっとそーっと。よし、じゃあご飯、ご飯じゃないや。面白いね。はい、手がふわふわやから開けらん。ん、よいしょ。ええとこやね、ここ。あ、髪の毛ついた。どっち食べる？え？どっち食べる？どっち？お父さん、ふた、ちょうだい。あ、あった。こうや。こうやんな。もうちょっと下、下行こう。うん、下行こうな。うん。見て。あそこ、下って書いてある。お父さんは、じゃあ、パイに食べようかな。うん。おいしい！この先生、おいしい！あ、そうか。お父さんパイ飲みたいだな。で、お父さんは、お父さんは水分補給。こうも言って、うん、お菓子も物とか、うん、食べはんの？コウモリはお菓子とか物？コウモリは哺乳類やから、うん、何食べてんやろな。あ、うん、お父さん、コウモリって、うん、食べるものとか、うん、リュックサックとか、うん、もらはんの？コウモリは緑作もらわないと思う。だって、人間じゃないから、食べるときは、多分虫かなんかをパクッと、クモとか、そういう虫を食べてんやと思うわ。え？コウモリってクモ大好きやったっけ？多分、クモとかを食べてると思うわ。え？多分やけどね。クモは虫食べるで？クモも虫食べる。そう。コウモリも虫食べはる。うん。あらあらあら。うん。どうだ？お父さん、見たてをセブンの食べた。うん。うん。びっくりな。お父さん、見て、あそこにチームがある。うん。看板があるね。うん。お父さん、見に行こう。見に行こうな、後で。お父さん。こんな感じのところですね。お父さん、ちょっとリュックサックに、ちょっとリュックサックに入れて、これ、うん。あそこに看板があるから。ちょっと見に行ってくる。うん、行ってきてみ。何があるかな。自分で、自分でもっと。うん。呼んで。え、これ難しい。お父さん、呼んでくれ。うん。呼んで、おら。これ大変。え？プニプニ。お父さん、グニグニや、ここ。見といて、ここ。グニグニグニや。何だこれ。足、やってみ。グニグニや。ああ、えらこっちゃ。今まで、総福寺だと、総福寺だと言ってましたけど、もう間違えてました。ですね。正しくは、数福寺跡です。大変申し訳ありませんでした。数福寺跡です。数福寺は、天智天皇じゃなくて天智天皇。え？天智天皇じゃなかったでしたっけ？天智天皇っていうの？の直話によって、天智7年、668年、来昔ですね、に創建された寺院で、志賀寺とも志賀三寺とも呼ばれていました。
昭和3年と昭和13、14年の調査によって3つの尾根上に基礎建物が建てられていたことが明らかになりました。ここ中の尾根には東西に2つの基壇があります。西側の建物は昭君堂と考えられています。東側の建物は塔跡で、基壇中央部の地下に連なるところに塔進出がありました。あ、そんなことしたらあかん。なんで？せっかくこうやってな、この未来英語をここにね、ステンレス製でこうしっかりとした、父さん、ね、早く下に行こうさ。いや、そんなにこうバッてやったら、父さん早く下に行こう。よし、つけやった、これ草刈りやってますね、これね。ジャブ君、まずはリュックサック見つけるっと。お父さん、つける自分で見つける。それで行こう、うん、よし、よし、もう一個これな。持っといて、こうやってこれでお茶部くんカメラマンやしな。よし、行こう。いやー、あ、そう、なブランブランでもいいや。はい、どこやったっけ。あ、こっち下行けんで。よし、そっちやな。こっちは、こっち行ったら、そっち行ったらなんちゃら堂跡があんやけど、そこはまた今度にしようか。うん、こっち怖そうやん。まあ、こっちやったらいいんちゃうか。うわ、すごい道やな、これ。またお父さん先行こうか。うん、なあ、危ないな。サブちゃん、サブちゃん、こっち手つなごうか。よし、間んじゃない。ここは結構厳しい。よしよし、そーっと行かなきゃね。自分でそーっと行ける。いいよ。おお、これまた面白い道ですね。うわ、面白い道やんな、これ。面白い道やな。ゆっくりでしな。ゆっくりでし、行きや。ちょっと怖い。五十嵐様も喜ばはるわ、この映像。お茶部くん目線で、これ終始いけそうですよ、これ。うん、最初ちょっとどうなるかと思いましたけどね、ひどい映像で。もう本人ちゃんとこう、5歳にして、日本最年少のジンバランとして、ね、活躍してくれてるというふうに思います。これ持ってって携帯立って あんなちょっと長さを調節して、うん、でこれでな、うん、これで杖にしたらいいわ、うん、こうやってバーンって。違う、あのこけへんように山歩きするときにこう杖があったらいいやろ。知らんか。知らん。あ、ほなポイチするときいらんわ、うん、いるわ、やっぱり。まあ、でも注意力がね、スピード乗っちゃったら、うん、こうやってビーってな、うん、やっぱ危ないし、もうポイしとき。え、危ないし、ポイしとき。いや、スピードに、まあ、スピードになった時にキーかけんだの、うん、あ、そうそう、スピードがつきすぎた時に、まあ、そうやってこう、いや、いい、ブレーキになるっちゃなろうか。はは、面白そうや。整備されてますね、これ。子供のやつ、お父さんのは。お父さんのまだ落ちてんの見たことないわ。うわ、これまた偉いとこがありますって。これどうすんの、これ。まあ、ちょっととりあえず行きましょうか。あ、いいこと思いついたぞ。いいこと思いついた、うん、サブちゃんがこうやってガチガチガチって止まるわ、うん、これこう行き止まり。あ、ちょっと行けるわ、行けるわ、ちゃんと。またそこで、うん、行けますね。じゃああそこ行かんぞ。あそこ行っちゃおう。滋賀の仏の周りのこの道の面白さ、上行こう。次、上、うん、行こう行こう。こう来て
え、そこどないして行けっちゅうのこれ。あ、ちゃんと道があるわ。うわー、面白いですねこれ。ジャル君行けるかここ。うん、ここ行ける。おう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 、父さん行けるんだよ。涼しい、涼しいね。涼しいね、ここ。涼しいね。あー、水がこの席、でかい席ですね、これね。うえ、かし、涼しい。気持ちいい、気持ちいいね、ここ。気持ちいいな。マイナス4、バリバリですよ、ここ。いや、もう体で感じます、ほんまに。ほんまのほんまに。よいしょ。また、これまた面白い道が。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、ちゃんとここ補強してありますね、なんかこう。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。質の手が入ってますね、明らかに。ね、誰がメンテナンスしてるんでしょうね、地元の人でしょうかね。なんか涼しいな。なあ、涼しいな。また今度ここも行きたいね。またこういうとこ来たいね。うん、涼しいからな。またなんかあるで、これ。ちょっと、ジャム君、ほら。またなんかあるで。大津市教育委員会、また。ここは一体何ですか。これこの前来たとこや。ん、ほら、なあ。ま、待って待って。こっちが総福寺跡や。あ、数福寺跡。待って、ここ 100m やって。あっち 100m。 あの、こっち 50m。 こっちは 100m、 50m。 お、 50m、 あ、読めるのね。うん、だってさ、うん、5が、まず、1番やろ。5が、まず1番やろ。5の方が、一番やろ。数的には小さいっていうことは、まあ、少ない。つまり一番ってことか。あ、あれは？あそこ行って。あっちは、あ、ほら。待って海鮮飛行さ。こっち行くの？数福寺跡行ってみましょうか。うわ、この前来たとこですけどね。待って、ここ前来たとこら、うん、ほら。ここ前来たよ。ほら、ここ。うん。バリバリやな。バリバリやな。お、覚えてんのこれ。うん。まさか。幼児の記憶。まあ、ここはあの行ったとこですけど、本人が行きたいというんでね、もうこれはもう行きます。で、前回はここを登ったところで、数福寺跡のところでお菓子を食べるということになったんですけど、僕のミスでですね、お菓子を持ってくの忘れまして、もうそこからもう、ね、お菓子モードになって、一目散に車に戻ってお菓子を食べるというところで、まあ、幕を閉じたわけですけども、今回、さて、お菓子を持ってきてますからね。本人はどういう行動に出るか。元来た道を戻るんではなくて、なんかね、ここね、いろいろこう、次、あっちの方行ったり、あっちの方行ったり、そういう面白い道がね、こう交錯してるんだよね。うわぁ、やっぱりここはすごいなぁ。ここはやっぱりすごい。ここ前行ったところないやん。前来たとこやけど、これ前とちょっとまた雰囲気ちゃうで、これ。ほら、前は寒い寒いとこに来たけど、もう緑いっぱい、なんか、なんか出てきそう。あ、椅子がある、木の椅子。もうちょっとてっぺんまで行こう。よし、数福寺跡ですね。もうちょっとこっち、うん、ここあ、人がある、あそこ、うん、あそこ降りてみよう。降りてってみよっか。うん、人降りてる、行ってるし。よしよし。こっちの方からね、多分人行っちゃうわ。なんかあの別のルートに行けるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあこんなとこなんでね、迷わないとは思うんですけれどもね。じゃあ僕ゆっくり行こう。人ついていって、人ついていって、うん、はい、よ、それで、人がゆっくり、どこまで歩いていくか見に。つまずかんようにゆっくりな、ゆっくりゆっくり。ここをつまずかんようにな。さっきなんかポツってなった、頭に。ほんまに？お化け？ブブー、なんか雨かも。雨か？うん、一本ポツってなった。待ってー。身がこけんようにな。しかもジンバル持ってますからね。
マッチこれ。アクション感なんでね、もうどんがらかしちゃうなってもいっちゃいいんですけれどもね。多い階段が。多いな階段。すごい斜面ね。ゆっくり行きゃとにかく。保険のに。あれ？こっちも道ちゃう？こっちは、こっちはね、もう崖ですわ。穴？道じゃない。道じゃないと思うわ、こっちは。ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり。ほんまにここ、こけたらよかったですな。おや？これどこ行くんや？これさっきのとこ出るんちゃう？ほら、危ないやろ。大丈夫か？うん。手つな、手つなごうか。な、階段やしな。ゆっくりゆっくり。父さん、ここを静かにしなあかん？静かに死んでもいいよ。自分の意見言ってもいいよ。うん。父さん？ん？あそこなんか怪しい。怪しい？行ってみようか。うん？なんか光ってるやつ。あ、水があんねん。ちょっとした池みたいなのがあるわ。池っていうほどのもんでも。父さん、ちょっと行こうさん。行ってみようか。いいかへん。いいかへん。うん、まっすぐ行く。うん、あとてっぺんよ、ほら。うん。うえ。帰りたいな。じゃあな、もう帰ろっか。うん。よしよし。あとてっぺんまで行く。てっぺんは行くのは厳しいと思うけど、まあ、とりあえず。もう、あとはもう降りるだけのような気がしてきたけどな。夜まで続いたら？うん。うん。ここ行ったことないな。ここ行ったことないね。うん。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ゆっくり行こう、ゆっくり。全部全体繋がんでもいい。あ、そう。ゆっくり行け。ゆっくり行ってんで。うん。もうちょっとてっぺんまでなあ。もうちょっともうちょっとね。お次は簡単やな。うん。お、なんか水水やね。ちょっと触りたい。いいよ、父さんがじゃあ持ってたようか。いやー、冷たい。冷たいか。あいまた GoPro よしよししてんの。ゆっくり行きや。よし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 。こんなとこに出たね。どっち行く、サブちゃんたち。ちょっと待っとこ。待っとくの。うん。どっち行く？どっち行く？こっち。こっち。あ、走らない走らない走らない。でもこれ、こっさっき多分、うん、林道、こっから先は林道やって言ったとこちゃいます、もしかして。やっぱりそうですよ。こっからこんな 50m ほどですけどもね。あ、なんか地図がある、うん、こう、あ、なんか黄色い大津市教育委員会のこの看板のとこが普通に降りてきて林道に入って、で そこの看板にこっから先は目的が、戻っちゃった。ここから先は目的外の使用禁止しますね。これはどうしようもないですよね、これ。さっきのと一緒の場所。そうはね、だからぐるっとして戻ってきたんや。面白いね。面白いね。面白いね。あっち行ってぐるりーんと階段で降りて、で、それでここに。そうそう。ぐるっと行ってきたんや。ね、滋賀の大仏までもうすぐや。うん、そういうことですね。はい、じゃあ、なんかあるぞ、クモの巣みたいな。そうそう、ほら見て、ぶら下がってる。なんかあ、ほんまやね。何やあれ。あれ、じゃあカメラ撮って。んほら、なんかぶら下がってるわ。なんかぶら下がっていますよ。イモムシちゃうか。イモムシや。イモムシやぞ、ミノムシ。ほらほら、チャブ君これ見てみよう。これ
ミノムシや。ミノムシや、これな。頑張って登ってはんの。ほらほら。ちょっと触ってお父さん。空中に浮いてるみたいですね、これね。わ、ちょっと。ちょっと触ってお父さん。おい。じゃあ、ポイってそこ。はい。うわ。すごい。まだ浮いてはる。すごいね。すご、投げたらまだ浮いてはるわ。ということは上のやつは切れてへんかったんや。そんな合わせていかんでいいけどね。あ、さっきのと一緒のやつほら。うん。多分すごい映像になってるぞこれ。さっきのと一緒じゃないところはほら。あれ、そうか。いやでもさっきと一緒じゃんかこれ。見て。違うの大仏がない。登山ってこう。違うの大仏がない。あるある、多分ある。こう降りるときにこの。待って待って。ゆっくりゆっくり。ゆっくり。待てよ。となく登山は走らない。あ、ジャブ君走らない。あれ、全然違うところや。違う違う、さっきのとこやってこれ。あ、ごめん。うん。これも。な。というわけで、ぐるーっと一周回ってきましたねこれね。うえ、なんでや。面白いとこやなここ。どうやな。不思議なとこやな。不思議やな。うん。なんかすげえ。なんかすごい、あれ。なんか。あ、これ。というわけで、やりましたよ。お茶箱目線のドクヒーロー6、フェユテック WG2 ウェアラブルジンバルの撮影ですね。本人ね、頑張ってね、リュックサックマウントやってくれました。で、大変おめ、海苦しい点はね、ただあったかと思いますけれども、もう、何しろ、5歳が、扱うジンバルさばきですんでね。あれ、さっきのの同じところ、ね、いやでもこれでね、もうあの名実ともに、さっきから、ね、あーバイクー、どうしたん。あ、バイクが来た。ちょっと気をつけて。さっきバイクの音したんだな、そういえば。うわー、なんかガタガタ道を、うわー、こんな風にしていかはんね。さっきから、石が、コロコロって転がってきた。それはお父さんが蹴飛ばしたやつや。というわけで、もう明日ともに日本最年少ジンバラの誕生と。あの石はないよこれ。皆さん今後に、これぜひとも、ご支援。あ、さっきサブちゃんが投げたやつ、かもしれんな。あ、さっき投げたサブちゃん。ご支援ご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。本日はですね、サブちゃんで、失礼することになろうかと思いますけど、ね、父さん転がってきたこれ。滋賀の小田仏、小田仏、滋賀の小田仏やったっけ。ちゃあ、えらこちゃん今いらんこと言うた。滋賀の大仏、おぼとけやった。滋賀の大仏、今あの嘘、あのあれ、わざとじゃないですよ。滋賀の大仏や。滋賀の小田仏、違う、あのね、滋賀の大仏じゃないね、あれ滋賀のおぼとけっていうね。大仏がなまって、おぼとけ。滋賀の大仏やろ。おぼとけ、滋賀のおぼとけっていうらしいね。滋賀のおぼとけ、そんなん、そんな変やん。おだぶつちゃうしね、絶対違うしね。もう分かったっちゃうからね。では、おちゃぶくん、おちゃぶくん、そうしましたら、最後お父さんがジンバル持ちます。滋賀の大仏まで行ったところで、お父さんこれ外して、あ、閉めましょうか。はい、おちゃぶくん、はい、そこは後で話してあげ、外してあげるから皆さんにバイバイしてください。皆さんバイバイ。ちょっとだけ滋賀の大仏見ましょう。行こうか。よし、皆さんもちょっとだけ滋賀の大仏見ましょう。滋賀の大仏この前じっくり見たしな。滋賀の畑見ましょう。まあこの辺りで今日はじゃあ失礼いたします。ではバイバイ。みんなバイバイじゃないぞ。滋賀の大仏も写す。うん、写して。ダルダルって言って、今この辺のね、ジンバルさんが人になってるんですけども、走ったらあかんで、走り取りはまだ早すぎるわな。5歳の走り取り、本日は4ヶ月30分。何も撮れへんかったの。そうか、シュガンだいぶ撮影してよ。何も撮れへんかったの。わらびとか。うん、そうか、わらび、わらび食べたい。わらび餅か。じゃあ帰りに、じゃあちょっとなんか、わらび餅じゃなくて、わらび、わらびか、うん、わらび取れるとこな。またあ
知り合いの山のとこ行こうな。知り合いの山ってある？うん、出ないと、あの勝手に取ったら怒られるしな。そうしような。じゃあみんなバイバイ。みんなバイバイ。待って、シグのだいぶ映る。さーっと今あの GoPro の背面液晶をさっと、撫でて、で本人が今、シガの動物撮ってます。撮った？じゃあ、バイバイ。みんなバイバイ。